彩香の出産予定日、来月の20日らしいですよ。お祝い何がいいかしらね。やっぱり物よりお金の方が。どっちでもいい。くだらんこといちいち聞くな。じゃあお金にしますね。金目か。お好きじゃありませんでしたか。魚が食いたくない時だってあんだろう。何年俺と暮らしてんだ。じゃあ何か作り直しますね。お肉がいいですか。もういい。風呂は沸いてます。着替えも用意してありますから、いつでもどうぞ。うちに帰ってきてもろくに食うもんもね。すみません。そんな軽い頭下げられても何にもならん。浦井麻子22歳、ご主人の公文学科ゼミの学生です。ゼミの学生。今後はこの二人を徹底的にマークします。おめでとうございます。やっと離婚の糸口がつかめましたね。ちょっとちょっとちょっと、大学教授と女子大生の不倫、ちょっとこれヤバすぎじゃない。やりましたね。夫の浮気を問い詰めるにはもってこいの相手ですよ。これで慰謝料がっぷり、手数料がっつり、家賃しっかりってわけか。すみません、ご主人の浮気を知ったばかりの奥様に。いいんですよ。だって文子さんが待ち望んでいたことだもん。待ち望んでいた。先生、お茶まだ。早くしてくださいよ、お客さん待ってるんですから。すみません、お茶をお持ちしました。もうじき丸ごとスポンパンも焼き上がりますので。ネーミングだけで軽く吐けますね。コンセプトは嫌がらせ。文子さんの門出を激励する冬こそ需要競争シリーズ第1弾、丸ごとスポンパンは体にいい、しかも美味しいんです。先生、とりあえずパンのことはいいのでこちらへ。早く。袴田先生、この度は本当にありがとうございます。これでやっと主人と離婚できそうです。いえいえ、まだ油断は禁物です。不倫相手が特定できたというだけで。これらの写真ではまだ二人の間に肉体関係があったと証明するに至っていません。確実な不貞行為の証拠をつかむまでもうしばらくご辛抱ください。結婚してから34年我慢に我慢を重ねてきたんです。でも子供が結婚して家を出て行ってからのこの1年、皆さんのおかげでここまで準備ができました。1年？じゃあこの1年間ずっと準備を。先生や皆さんのご指導のもと。あ、そういえば私こういうの海外ドラマってんですか、初めて見させていただいたんですけど、夫名義の遺産を調べるときに大変参考になりました。鋼鉄の女スパイマリリンシーズン3潜入捜査編、派手なアクションを抑えた異色作、心理戦を繰り広げる中マリリンが女としての悲しみを初めてにじみ出す、このシリーズ中最
とも渋い作品よ。私は女である前にスパイ、偽りの愛にだって身を任せる。私もやる。ちょっと貸して。私の目薬。ちょっとくだらない遊びに使わないでくださいよ。ところでどうですか、生け花教室の方は。どうにかこうにか駅前のカルチャースクールでお教室ができるほど生徒さんも増え、資金もたまりました。素晴らしい。124万。このお金も1年間の準備期間中に。娘も来月には子供も生まれ、私は何も心配することがなくなりました。私もやっと一人で生きていく自信ができました。主人の健康診断書を目にしたのは、娘の結婚式が終わって家に戻った夕方のことでした。主人の推定寿命は89歳。主人は今年64です。娘も嫁いだ今、あと25年も一つ屋根の下、あの横暴な主人と二人きりで暮らすのかと思うと。おい、飯まだか。ああ、ただいま。俺に風邪をすな。限界です。これ以上耐えられません。落ち着いてください。熟年離婚で重要なのは離婚後の生活設計に必要な資金です。特に専業主婦の場合、生活資金のめどがつくまで離婚は早まらない方がいいんです。生活資金。熟年離婚によって妻が得られる可能性のあるお金は大きく分けて3つ。財産分与、年金分割、慰謝料です。私、家を出たい一心でそこまで考えていませんでした。まず財産分与に関してですが、夫婦で築いた財産はたとえご主人名義であっても半分は奥様にも権利があるんです。とりあえず預貯金や保険などを調べリストアップしてください。ご主人が隠していたとしても時々金融機関から確認明細が来るはずです。年金分割ですが、夫の合意か裁判所の決定があれば2007年4月以降の厚生年金に関しては最大2分の1まで妻が受け取ることも可能です。社会保険庁に問い合わせれば金額も教えてくれます。はい。慰謝料に関してですが、ご主人側に婚姻を継続しがたい不法行為があるかどうかです。不法行為ありませんか？ DV とか不貞行為とか。主人の浮気には昔から泣かされてきましたが。その線でいきましょう。資産や年金を調べる離婚準備期間中にご主人が浮気の尻尾を出すのを待つんです。わかりました。最後に離婚後3ヶ月分の生活費を確保してください。賃貸を借りたとして生活費は一月少なくとも約17万、プラス敷金礼金その他もろもろ、そうですね、当座のところ100万くらいあれば安心でしょう。100万。でも預貯金は主人が全部管理してますので。あなた自身が働いてお金を稼ぐことはできませんか？年も年ですし、働いた経験も。何か好きなことはないんですか？好きなこと？何でもいいんです。あ、いけばなの師範の資格なら持ってますけど。それいいじゃないですか。それで着々と準備を。ようやく自立に向けての第一歩が踏み出せますね。袴田先生や皆さんには感謝してもしきれません。繰り返しますが、今ある写真だけでは慰謝料請求の決定だ、不貞行為の証拠としては不十分です。潜入捜査はこれからが本番です。
引き続き文子さんの方でもご主人の様子を探っておいてください。いよいよ正念場です。覚悟はいいですね。覚悟ならとっくにできてます。慰謝料への最後の詰めだからくれぐれも慎重にね。この番組はエースコップの提供でお送りします。そうですね、ここはこの黄色い欄を入れてみるとどうかしら。はい、もう一本。おー、素敵。ありがとうございます。さやじ家の奥様に教えていただけるなんて本当光栄です。まあ本当光栄よね。こんな時間までどこほっつき歩いてたんだよ。すみません、早くお帰りになるんでしたら言ってくださればよかったのに。いけばな教室なんかやってるから亭主が帰ってきてもうちを平気で開けているなんてことになる。こんなの捨ててしまえよ。何するんですか。いけばな教室は私にとって何がいけばな教室だ。どうせお遊びだろ。今日限りやめろ。やめろって言ってんだお前は。やめてください。生徒さんだって待っててくださって。何何、はい、ったくもう猿芝居やめろ。うちのことも満足にできないくせに何がいけばな教室だよ。すみませんでした。これからは早く戻りますので、いけばな教室だけは、いけばな教室だけは続けさせてください。お願いします。誰に壊してもらってんだ、うん、やめろしたらやめんだよ。なんだよその目は。なんなんだその目は。おい、風呂沸かせ。それから飯の支度、分かったな。早くしろ。どこ行くんだ。だからくれぐれも慎重にねって言ったのに。文子さんの気持ち分からないでもありません。でももう一踏ん張りです。戻りましょう。ちょっと先生、門出の激励パンどころじゃなくなりましたよ。文子さん、いい条件で離婚を成立させるためですから、ご主人の不貞行為の証拠を完全に抑えるまでもう少しの辛抱ですから。辛いと思いますけど、うちに帰りましょう。送っていきますからね。ふみこさん、大丈夫ですか。ふみこさん、大丈夫、大丈夫ですか。無理です。主人とはもう同じ空気を吸うことさえ。ふみこさん、私このまま一緒にいたらあの人殺してしまうかもしれない。ダメよ、ご主人殺したら慰謝料もらえなくなっちゃうでしょ。先生、文子さんが家を出てしまった今となってはご主人にはモラハラの線で一旦離婚請求をし、夫婦が別居した時に発生する婚姻費用の請求をして長期戦に備えましょう。婚姻費用って？
別居中、夫に生活費を請求することができるんです。それから今は警戒されないようご主人には浮気の尻尾を掴んだことは伏せておきます。くるみちゃんが浮気の証拠を掴むまで時間を稼ぐのね。でももし決定的な証拠を掴めなかったら、今の状況で慰謝料を取ることは難しいでしょう。ふみ子さん大丈夫でしょうか。1年間の準備期間はクライアントの覚悟のほどを知るバロメーターでもあるんです。これから先どんなことがあっても自分の道を切り開いていけるでしょう、ふみ子さんなら。嘘、本当に嬉しい。すいません、おかわりください。はい。はじめまして、袴田法律事務所の弁護士、袴田と申します。奥様の代理で離婚請求をお伝えしに参りました。離婚請求？離婚だなんて、いや一時の気の迷いでしょう。奥様は長年のご主人のモラルハラスメントに耐えかねて離婚を希望されています。大げさな。いやいや、生け花教室だやれなんだってうちのことをおろそかにしてたもんですから、ちょっと注意しましたら困ったもんです。あれはですね、一人では何にもできない女なんです。ほっといたらそのうち泣きついてくるに決まってます。それはどうでしょう。文子さんが調べ上げた西園寺家の資産総額6025万2063円分の明細です。これは一人じゃ何もできない。どうして、なかなか見事なリサーチぶりです。冗談じゃない、これは私が働いた私の金です。たとえ名義がご主人であっても、婚姻中に形成された財産は全てお二人のものです。離婚した場合、奥様はその半分、つまり約3000万を手にする権利があるんです。3000万？いつの間にこんなもの。あいつはどこに？私どもの事務所でお預かりしています。これは認めないぞ。勝手に出てきた奴に1円たりも財産なんてやるもんか。そもそも離婚に応じるつもりはない。やめて。どうぞどうぞ、データがありますのでお好きなだけ破っていただいて構いませんよ。出てけ、今すぐ出てけ。なるほど、文子さんの証言通り、あなたはかなりご自分の感情を抑制するのが苦手な方のようです。奥様に対するモラルハラスメントの慰謝料や別居中の婚姻費用も含め、今後ゆっくりご相談させていただきたいと思っております。よろしくどうぞ。さあ皆さん、需要競争シリーズ第2弾、赤まむし高麗人参パンが焼けましたよ。ランチにしましょう。どうぞどうぞ。あ、どうぞ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 。そう、遠慮せず。せっかくですから私いただきます。それはどうぞ。焼きたてですよ。いただきます。あなた、え、モラハラ亭主？ちょっと何なんですか。起きなさい。おい、帰るぞ。いえ、帰りません。いいから帰るんだよ。ちょっとやめてください。やめてください。お前はバカだな。こいつらに騙されてるのが分かんないのか。行くぞ。退院させてほしいとは思いますが、少なくともこの事務所でハラスメント行為をすることは私が許しません。先生、何がハラス
スメントだ。貴様袴田です。貴様だな、振り子をたぶらかした張本人は。これ以上続けられますと慰謝料請求の項目に DV も加えさせていただくことになりますが、それでもよろしいですか。何が袴田法律事務所だ。どうせ三流弁護士だろ。こっちは先代から世話になってる一流の顧問弁護士がついてんだ。首洗って待ってろ。はい、洗った首を長くしてお待ち申し上げております。西園寺さんはモラハラについて全く身に覚えがないと言っておられます。夫に何ら落ち度がないにもかかわらず妻から一方的に離婚を告げられたということであれば、夫から妻に対して慰謝料請求権が発生します。財産分与の際金額設定を考慮していただくことになりますよ。法的措置を取られるということですか。奥様、新しいビジネスを始められて家庭をないがしろにしたのが寂しかったとご主人は主張されています。ないがしろとおっしゃいますと具体的にどういったことでしょう。食事の支度とか掃除とか家事全般ということでしょう。まあこういったケースにはありがちなことですよ。これらの日記には文子さんが生け花教室を始められてからの約1年、朝夕2回分の食卓の料理、部屋の掃除状況、洗濯物が干された写真など365日分が日付入りで記録されています。失礼。文子さんは大変几帳面な方で、偶然にも日記がそのまま家事の記録となっているんです。奥様の日記はそのまま火事には落ち度はなかったという記録として十分裁判の証拠としてなり得るものです。だから何だって言うんだ。あの袴田という弁護士、まあとぼけた顔をしていますがなかなかに厄介な人物です。奥様の日記というのは名ばかりで、おそらくあの弁護士が奥様に指示して1年前から作らせたものでしょう。財産のリストアップまでしているのを見ると相手はもっと周到な準備をしているはずです。この家も土地も半分はあいつに取られてしまうのか。その点はご安心ください。特有財産といって家や土地、西園寺さんが先代から相続した分は財産分与の対象にはなりませんから。とにかく何とかしろ。顧問弁護士だろ。俺の金は1円だって渡さん。西園寺さん、1円だって渡したくないというのであれば奥様自身から離婚請求を取り下げてもらうしかありませんね。俺にどうしろって言うんだ。まずは誠意を持って謝ってください。とにかく謝って謝って謝り倒してください。34年間何の取り柄もない人間を食わしてやってきたんだぞ。なんで俺が謝るんだ。財産を分断られてもよろしいんですか。謝るぐらい安いものでしょう。ただし謝ると決めたら何があっても感情的にならないで謝り通してください。西園寺にはもう会いたくありません。先方の弁護士が今回のことでご主人は深く反省していると、心から謝りたいとおっしゃってると言ってきてるんです。謝りたいだなんて、西園寺の考えてることぐらい分かります。もう二度と顔も見たくない。同じ空気を吸うのも耐えられないんですもんね。分かります、その気持ち。私もそうでしたから。会いましょう、ご主人に。え？すまなかった。お前がそんなに苦しんでるなんて。
気づかなかったんだ。初めてですね、あなたが私に謝ってくださったの。本当に申し訳なかった。すまなかった、申し訳ない。私が見たいのはあなたの誠意です。誠意？なんだよその言い方。三四次さん、すまない、この通りだ。そんな軽い頭下げられてもどうにもならん。どうしたんです？あなたがいつも私に言ってらした言葉を言っただけですよ。そんな軽い頭下げられても何にもならん。お前、だいたいあなた私が何に苦しんでたか分かってらっしゃるんですか？それを謝りに来たんでしょ？何に苦しんでたのかおっしゃってみてくださいよ。いや、だからそれはそんなことも分からないで謝りたいなんておかしな人何がおかしい？下で言ってればいくらだなんだ。謝りたいだなんてどうせそんなことだろうと思ってました。お前はめたな。34年間食わしてやった恩は忘れたのか。そう、34年間、専業主婦の私は彩香が巣立っていくまであなたと暮らしていくしかなかった。あなたみたいな人とね。あなたみたいな人、なんだその言い草は。三四次さん、文子さんは夫婦として暮らしていて、あなたがどういう人間なのか知り尽くしていたんです。一方あなたは34年間文子さんのことを知らなかった。何一つとして。それがこの現実です。あなたが今できることは文子さんの痛みを知り誠意を示すことです。はっ、おい目を覚ませ、バカ者が。 お前はこの弁護士に騙されてんのが分かんないのか。三四次さん、落ち着いてください。お前みたいな世間知らずな奴はね、一人でやっていけるわけがないんだよ。絶対に後悔するぞ。奥様の離婚へのご決意は固そうです。財産を守るためには裁判、いやまずその前に調停に持ち込むのが賢明だと思われます。離婚しろっていうのか。今調停から裁判に持ち込むことによって慰謝料は最小限に食い止めることができます。まずは調停の手続きを整えておきます。相手の弁護士が新たな離婚理由の証拠をつかむ前に早めのご決断をお勧めします。では。熟年離婚か、怖いですね女の恨みって。それほどまでに妻に恨まれてるっていうことに全く気づかない旦那さんが問題なんです。一体何なんでしょうね夫婦って。それを探っていくのがかなえ先生の仕事じゃないんですか。先生ってそんな、やめてくださいよ先生なんて。もう最近ますます評判がいいんですよ。この調子で頑張ってください。私もこの先この熟年夫婦がどうなっていくのか楽しみにしてますから。ほんとどうなるんだろう。時に雷。最後には血の雨が降るでしょう。え、いや私トマトジュース頼んでませんけど。今日いらっしゃらないのでどうしたのかと思って。もしもし、あ、あゆみさん
皆さんどうしたのかご存知ありません？私辞めさせていただきたいんです。え、すみません。ちょっと待ってください。理由を教えてください。急ぎますので。だって急に皆さんいらっしゃらなくなるなんておかしいじゃありませんか。お願いです。私に至らない点があるのでしたら教えてください。奥様に至らないところなんてありません。それならどうして？生徒さんたちが一度に来なくなった。まさかご主人が裏で手を回したとか？違うんです。だけど全員同時っておかしくないですか？いいえ、生徒のお一人にお聞きしたから間違いありません。皆さん最初から私が西園寺の妻だということで習いに来てくださってたみたいなんです。そんな、西園寺さんの奥さんってことだけで関係あるんですか？そんなこと。西園寺家は代々名士の家柄です。いろんなつてで習いに来てくださっていたのが離婚問題で揉めてるらしいってことになって。つまり皆さん西園寺さんに対して遠慮されたということですね。お前のような世間知らずが別れて一人でやっていけるわけがない。主人の言う通りなのかもしれませんね。文子さん、だからといってご主人の元に戻ってもいいんですか？これから先25年今まで通りの生活を続けられるんですか？それはできません。だとしたらもう前に進むしかありません。ご主人側の弁護士から調停の申し立てがありました。おそらくこの先裁判に持ち込むつもりでしょう。私が早まって家を出たばっかりに。裁判になったら主人の勝ちですね。それはどうでしょう。ただ裁判の前にもう一勝負できますか？どういうことです？袴田さん、調停前に突然西園寺さんに会いたいなどと。こちらは奥さんが家に戻るという条件以外調停の申請を取り下げるつもりはありませんよ。だからどうせ泣きついてくると言ったんだ。見たことか、一人でやっていけるわけがない。西園寺さん、文子さんは裁判の前にどうしてもあなたにお伝えしたいことがあるそうです。文子さん、今日こそご自分の思いの丈をご主人にぶつけてください。34年間ご主人に言えなかったことを全て。覚えてますか、この場所。くだらん。ここはあなたが34年前私にプロポーズしてくれたところです。回りくどいことはよせ。戻りたいなら素直にそう言えば今回だけは許してやる。おい、帰るぞ。何してんだ。彩香のお腹の子、女の子だそうですよ。あ、高幸さん大喜びで女の子用のベビー用品いそいそと買い揃えてるとか。だったらなんだ、こっちは忙しいんだ。あなた産院で彩香を出産した時に私に何て言ったか覚えてますか？産院？なんだ女か。痛みに耐えて出産した充実感も母親になった喜びもあなたのそのいたわりのない一言で叩き潰されるような思いでした。何を今さらそんな昔のことを。両親から後継ぎをとせがされて焦ってたんだよ。
西園寺家の嫁として男を産むこともできないのか。あなたはその後も不妊に悩む私を一方的に責め立て、ご自分はそのことから逃げるように浮気を繰り返した。他の女性との間に男の子ができたら娘さんを連れて西園寺の家を出て行こう。文子さんはそこまで追い詰められていたそうです。浮気？そんな証拠どこにある？第一どうしてその時言わなかったんだ？言えるわけありませんよ。文子さんは後継ぎを産んであげられないことに対してずっとあなたに引け目を感じていたんですから。あなたの不機嫌、無視、舌打ち、存在な言葉遣い、私の体調が悪い時でもあなたが心配するのはご自分の食事のことだけ。あなたは私を女として、いえ人間としてすら見ていなかった。お前も若くはない。この先もう一度夫婦としてやり直してやってもいいと思っていたが、どうやらあとは裁判で徹底的にやるやるしかないようだな。本当によろしいんですか？あとは裁判で。ああ、返り討ちにしてやる。残念ながら裁判になって困るのは西園寺さん、あなたの方ですよ。だから何なんだ、こんな女ただのつまみ食いだ。あっちから誘ってきたんだ。つまみ食いだとしても婚姻生活における不貞行為は悪です。そうですよね、中谷先生。仮に不貞行為があったとしても裁判なら慰謝料はせいぜい300万前後で済みます。行きましょう。構いませんがスキャンダルになりますよ。教え子との不倫は。教え子？確かに慰謝料は300万で済むかもしれません。ですが大学教授というお立場としての損失は計り知れないものになるんじゃありませんか。文子さんはこのことを表沙汰にしないためにも裁判をする前に離婚を受け入れてもらえるようあなたをこの思い出の場所に呼び出したんです。あなたから大学教授の職を奪ったら何にも残らないことは分かってましたから。西園寺さん、これではお前はそこまでして俺と別れたかったのか。あの日良好が並ぶ健康診断表を見て思ったんです。この人いつまで生きるつもりなんだろうって。確かに私はもう若くありません。でもこれからの人生も長いんです。西園寺文子のまま死にたくないです。
いいですよ。いかがでしょう。ああこれはですね、ちょっとバランスをここで取ってあげると。さあどうですか。ああなるほど、ありがとうございます。いいですよ。でも生徒さんたちに生け花教室に戻るように頼むなんて、西園寺さんもいいところありますよね。まあ相当痛い目にあったから、さすがのモラハラ男もケラヘンってとこじゃないですか。いい離婚というのは人を成長させるものなんです。まあ担当した弁護士によりますがね、文子さんも西園寺さんも互いに自立することで残りの25年もっといい人生が送れるはずですよ。結婚もしなければ離婚もしない、パン作りも人間的にも全く成長しない男がここにもいるけどね。ついに焼き上がりました。滋養競争ザファイナル、丸ごとすっぽんの赤まむし高麗人参スペシャル。美味しそうですね。さあ皆さんどうぞ。門妻に悩まされているわけですね。結婚後に表演して夫に脅威を与える妻のことです。誰に口聞いてんのよこのクズ。土下座しなさいよ。ほら、その恐怖がお金に変わるんです。